今日のマクチャンネルは DIY です。はい、今回は100均グッズでできるハロウィンにぴったりのアクセサリーを作ってみました。はい、今回は例えばハロウィンのイベントとかハロウィンパーティーとか、あの結構怖いリアルな傷とかやる方もいるかもしれないんですけど、もしその怖い系が苦手な方にもできる可愛い感じのハロウィンのちょっと小物をね作ってみたので、ぜひ皆さんも試してみてください。今回のために買ったものと用意したものはこちらです。それではそのやり方をご覧ください。マクチャンネルスタート。それでは早速始めていきます。まずはタトゥーチョーカーをちょっとだけアレンジしていきたいと思います。こちらはセリアで買いました。そしてこの中から丸カンを一つと好きなアクセサリーチャームを用意してください。そしたらこういうペンチを2つ用意して使っていきます。まずは丸カンを両側で挟んで片方をねじります。そしたらここが通るように開きます。そして前になる部分にこちらを引っ掛けます。一緒にアクセサリーパーツも引っ掛けていきます。そしたらさっきと逆でこちらを片方ねじって閉じます。はい、これでアクセサリーのチャーム付きのチョーカーの完成です。次はこちらのレースを使ってブレスレットを作っていきます。まずは手に巻いて好きな長さを測ります。今回は20ぐらいにしようと思います。はい、そしたら自分が作りたい長さよりも2センチぐらい長めにこのレースをカットしてください。はい、切れたらここでスナップセットを使います。こちらは2つで1つになっています。そして1つずつこの針と糸で縫い合わせていくんですけど、この端がだんだん擦れてこないように一度折ります。そしたら折った部分の真上に1つのパーツをつけます。ぺったんこで出っ張ってる方を上に向けます。で、ここから縫い合わせていきます。で、私裁縫が苦手でなんか縫い方とかよくわかんないんですけど、あの同じ黒なので裏から見ても目立たないし外れないようにちょっと自分なりにここは縫っていきたいと思います。最後は玉留めしてください。はい、超適当なんですけど貼ることができました。そしたら今度は、はい、今こっち側上向いてるんですけど、次は反対側にこちらのパーツを貼っていくんですけど、今度は逆向きにこの端を折り曲げてこちらが下に来るように縫っていきます。次のパーツの向きは出っ張った方が下になるように縫ってあげてください。はい、これで両方とも留めることができました。これでブレスレットは完成です。で、外す時はこの間にこのまま引っ張ると伸びたりしそうなので、なんか爪を間に入れる感じでプスって刺すと簡単に取れるので、ぜひ試してみてください。そしてセリアにこんなハロウィンのボディシールも販売されていたので、ちょっとこちらも使って全部つけてみたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はハロウィンアクセサリーを作ってみました。白目なってた。はい、で今回作ったのはこちらの超簡単にできるチョーカーとブレスレット、そして最後にちょっとセリアで可愛いものを見つけたので、こちらのタトゥーシールも使ってみました。これだけでもあのすごいハロウィンの楽しめると思うし、私怖い系のハロウィン苦手なんですけど、ハロウィンミークとかでもこれぐらいだったらすごい手軽にできて、なんか怖すぎず可愛い感じに仕上がるかなと思うので、ぜひそういうのが苦手な方は試してみてください。あと私はあのハロウィンメイクとハロウィンの角ヘアもやり方もあのアップしてあるので、あのカードが出てると思うのでそちらからご覧ください。他にも池田まこのまこチャンネルでは DIY やメイクなど週4回アップしています。
気になるのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田真子のハロウィンのアクセサリーの作り方でした。バイバイ。